こんにちは、伊藤園の今井です。第1弾ということで、今日母の日ですね。なのでふるさとの母に向けて、皆さんの大好きなママに愛を持ってですね、日頃の感謝の気持ちを込めて、自宅で簡単に美味しいお茶を入れる方法を説明していきたいと思います。よろしくお願いします。最初にまず言っておきたいんですけども、美味しいお茶の入れ方、美味しいお茶の入れ方とちょっとカッコつけて言ってますけども、お茶の美味しい入れ方はとても簡単です。非常に簡単です。ぜひ見ていただいて、自宅で美味しいお茶入れてもらいたいなと思います。では早速入れていくんですけども、今日は2杯分入れていきますが、1杯分のお茶に対して必要なお茶っ葉の量は 2g です。なので 2g をこのぐらいのスプーン、いわゆるティースプーンを使って測っていきたいと思います。本日はこのスプーン、我が家のスプーンはですね、母の日仕様ということで、上がハートになってますね。これで 2g 入れていきたいと思います。2g 測るときは、大体このティースプーンで、すり切り、このぐらいを入れていただくと 2g が入ります。今日は2杯分入れるということで、今の2回分ですね、お茶の葉としては 4g 入れていきます。 4g になりました。ぴったりですね、素晴らしい。 4g 測ったお茶の葉を急須に入れていきます。まずこれでお茶の葉の量を整えました。続いてお湯の量なんですけれども、お湯の量は1杯につき 100ml なので、今日は2杯分入れるので 200ml ですね。 200ml入れていきたいと思います。今これ我が家のケトルで沸かしたてのお湯が入ってます。これで 200ml 測っていきたいと思います。はい、 200ml 入りました。でこのお湯を一旦湯飲みに入れていきます。この 200ml 測ったお湯をこちらから急須に注いでいきます。これで今急須の中に 200ml のお湯が入りました。こうしてケトルから直接急須に入れずに湯飲みを返していることで、だいたい75度になります、お湯の温度が。こうすることでお茶の成分、旨味と渋みと苦味がバランスよく出ると言われています。で、入れてる時間は30秒ですね。あんまり喋りすぎると30秒過ぎて濃すぎるので、この辺で入れていきたいと思います。お茶は最後の一滴までしっかりと成分を出し切ってあげてください。はい、めちゃくちゃうまそうに入りました。ちょっといただこうと思います。はい、というわけで簡単な美味しいお茶の入れ方、ここまで説明してきましたが、おさらいをすると、1杯につき必要なお茶の葉の量は 2g で、お湯の量が 100ml でした。実際にこのやり方で入れてみていただいて、薄いなと感じた方は、例えばお茶の葉の量を増やしていただいたり、もしくは急須にお湯を入れてから30秒ではなくて60秒待っていただいたりすることで、お好みの味を探すことができるので、ぜひそれも試しにいろいろやってみていただいて、これを機にですね、母の日、お母さんに感謝の気持ちを込めて、急須で時間をかけて飲む美味しいお茶の入れ方やっていただいて、お茶の素晴らしさを実感していただけたらなということで、ずっと喋るの忘れてましたが、今日私僕カーネーションしてます。母の日仕様ということで、ちょっと即席で作ってみましたけど、どうでしょうか。はい、というわけで次回以降もお茶の楽しみ方どんどん載せていきますので、第2弾以降も楽しみにしてください。よろしくお願いします。